はい、M&A パスポの田辺です。今日もですね、日本事業承継コーチング協会の高橋さんをお招きしまして、事業承継の話を今度ですね聞いてみたいと思います。M&A と事業承継、ほぼ隣の、ね、分野だと思うんですけども、しっかりと事業承継を勉強することでですね、皆さんの M&A のビジネスに活かしていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。事業承継のことをですね、日本事業承継コーチング協会の代表理事高橋さんにお伺いをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、日本事業承継コーチング協会の代表理事をしております高橋修仁と申します。私ですね、事業承継のコンサルティングを15年ほどやっておりますし、私自身が父親から会社に引き継いだという経験をもとに、様々な企業さんにそういう事業承継のサポートをしております。まあ、現在はそのコンサルティングのやり方を事業やコンサルティングの皆さんに知っていただく協会を作ってですね、中小企業と日本経済の発展を応援しようと思って活動しております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日のテーマなんですけども、事業承継のマーケットって、ね、まあ、事業とかコンサル、はい、FP の皆さんからするとちょっと、ね、興味あるマーケットなんじゃないかなと、はい。でその事業承継のコンサルをやっていく上でのこう、まあ、成功のポイントみたいなのですね、ちょっとお話しいただきたいなと思っております。そうです、成功のポイントというかですね、まあ、事業承継、じゃあコンサルティングに入ろうというと、切り口大きく2つだと思うんですよね。これは一般的によく言われるんですけど、うん、いわゆる経営面ですね、次の社長の経営をどうするんだ、経営のお話から入るのか、あとは、これ税理士さんとか FP さんもですけど、資産とか財務とか自社株のそういう資金面から入るかっていうのが2つ大きいと。経営から入るか、お金の話から入るか、はい。で、こちらは経営面の方から入るので、次の社長なり、まあ、これから長く経営するためにはどうしたらいいかっていうのをですね、お伝えすることがまず、まあ、経営者さんも知りたい一つだと考えています。そうなんですかね。結局その M&A の場合ってこう経営のプロがこう会社を買うみたいな多いじゃないですか、はい。だから、まあ、自信があるから買いますよみたいな多いと思うんですけど、はい、その事業承継の場合って、ね、親から子に継ぐ場合は特にそうだと思うんですけども、はい、その子が経営のプロではないという感じですもんね、うん、はい。そこをちゃんとプロにしてあげないといけないというのがあるのかなと。そうですね、はい。当然今の経営者はもう社長歴何十年かいわゆるベテランの方からですね、うん、もう社長1回もやったことないルーキーの社長に変わるわけなんで、ルーキーですね。これ何もせずにはいどうぞって言うとですね、これは普通に考えて言えば危ないんですよね。危ないですね、はい。なので事前にやっぱり次の後継者、後継社長の方の経営の基礎知識、ね、うん、やっぱりその何人、少なくとも何十人とかっていう方のリーダー社長になるわけですから、何も知らないっていうのはこれは逆にみんなの方になりますので、そういう経営知識を我々がまず基礎を教えるという段階が必要だと思います。うん、まあ、経営知識を高めるっていうところが一つのポイントですね、はい。まあ、それはそうですよね。後継者も知らない人が多いと、でも結構後継者の人とはやっぱ会う機会多いじゃないですか、はい。みんな どんな感じなんですか、その経営の知識面でいうと。経営の知識面はそれぞれやってきた分野はできるんですね。営業の人なら営業、製造の人なら製造、うん、まあ、たまに金融機関ってたりする財務のことは財務、うん、できるんですけど、やっぱ経営って全部平均ってですね、全部100点じゃなくてもいいですけど、うん、経営はある程度知っとかないとダメだと思う。それ全体的に広く経営者として、うん、だからそこの苦手な部分はそれぞれ違うんですけど、そこはやっぱ補っていかないとダメだ、うん。で、後継者の経営知識を高めることが重要だっていうこと、はい、それ以外に何かあるんですか。はい、当然その経営知識を学ぶというのは大切なんですけど、その前にやっぱりその後継者さん自身がやっぱりやる気を高めたり、やる気、うん、はい、モチベーションを高まる状態に持っていかないといけない。そうそう、やる気ないですもんね。そもそもまあやる気がないと言ったら変ですけど、まあ、ずっとその状態で来てますね。自分の父親が社長で、まあ、自分が、まあ、その後継者というので来てるんで、まあ、どうモチベーションなりどうやる気を見せていいかがわからないというのが、うん、現実だと思います。やる気がない状態からある状態に持っていくみたいな、はい、
そういうなんかメンタル面ですかね。メンタル面だし、あの結局何をすればいいかって分かると、そのやる気って基本的に見えないので、見えないですね、結局行動でしか見えないんですよね。うん、ですから行動するためにはこれしたらいいですよ、これしたら、うん、まあ、その学ぶこともそうですし、あのこういうこともできますよ、こういうリーダーシップを発揮したらいいですよっていうやり方が分かれば結局やる気が見えるので、あのそこは本当にあの表裏一体で、うん、なるほど、はい、お伝えしてます。ということは、まあ、コンセプトとして事業承継を支える時のポイントということで、まあ、一つは先ほどもおっしゃっていただいた後継者にちゃんと経営の素人なのでルーキーなので、はい、ある程度やっぱ知識を入れていかないといけないよっていうのが一つ、はい、もう一つがこのなんかメンタルのメンタル、はい、ちゃんと、前向きにしてあげるというか、はい、そういうのが、まあ、コンサルとしてやってあげないといけないポイントですね。そうですね、一緒なんですけど、経営知識があってこうやったらうまくいくよっていうのが分かればそれをやります。やれば成果が出るのでモチベーションも高まるし周りの評価も高まる、こういい循環を作ってあげる。じゃあ割とそこセットになるみたいな。そうですね、はい、なるほど。結構あの事業承継のコンサルって、はい、よくですね、あの事業承継計画を作るじゃないですか、はい、僕あいつも見て思うんですけど、あれめっちゃ長くないですか。そうですね、はい、10年とか15年計画を作りましょうって作って、はい、これなんか、まあ、まあ意味はないことはないって分かるんですけど、これなんか長くないですかみたいな、いつも思うんですけど、はい、やっぱああいう長いもんなんですか。そうですね、あの長く作った、まあ、そういう計画の方が、まあ、あの特に経営者さんにとってはまず考えるきっかけとしてはやりやすいっていうことですよね。あのやっぱりそのじゃあ事業承継してじゃあ来年までにやりましょうというとですね、これみんな大体嫌がるわけですよね。嫌がるんですね。やっぱりずっと経営したいし、まだまだそんな経営者さんが心づもりができてないので、まあ、仮に10年って言ったら長いですよね、まあ、となると人間こう、まあ、とりあえず考えてくれるという入り口としては10年あって、まあ、それもじゃあ3年か5年かわからないけど、でそれぐらいでじゃあこう社長交代するんやったら、まあ、こんなんのできますよって、まあ、シミュレーションとして考えていただくといいかと思います。なるほど、そうですね、結構なんかいつも長い計画を見て、はい、こうね、なんかいやもうちょっとさ、こう早く後継者育てようよとか思うんですけど思います、思います。あの実際は多分簡易に作ったそれぐらいな、とりあえず作ることに意味があって、実際本当の計画にするともっと短く、まあ、コンサルティングではじゃあ2年とか1年とかになるので、まあ、本当に第一歩として使っていただくというのがいいと思います、うん、はい、ということでですね、今日はちょっとコンサルとしてのこう事業承継をコンサルする側としてですね、なんかこうポイントみたいなですね、ご紹介いただきました、ね、まあ振り返りますと、まあ、経営値高めるとかメンタルの解体で、この両輪でですね、まあ、後継者、経営者のまだよちよち歩きの人をいかにこう上げていったのがポイントだよということで、まあ、確かにね、それやらないと経営うまくいかないですからね、はい、というのが大事だということを教えていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に告知をお願いいたします。はい、私の方であのポッドキャストっていう音声配信とメルマガをやってます。ポッドキャストはですね、会社に就いた社長さんが、それこそ今日の経営知識じゃないですけど、あ、なかったためにこんな偉い目に遭ったと。で、まあ、そこからまあこういうふうに回復、改善したという事例を皆さんお話して、それぞれにご苦労があってですね、非常に面白い内容になってますので、お聞きいただければと思いますし、メルマガの方は最新情報、事業承継の最新情報を流しておりますので、ぜひお読みいただければと思います。はい、概要欄に貼っておりますので、ぜひね、確認してみてください。ということで、今日は日本自動承継コーチング協会の高橋さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。